感じました。こんばんは。あ、あゆみだ。こんばんは。一番はね、ワニっこや。ちょっと僕、あの、音消していい？一番はね、音消していい？うん、聞こえるんでしょ。こんばんは、皆さん。ということでですね、本日は、あの、今、私の目の前に、弟がいるんですけど、もう、ニックニック、ニックニックしているんですけど、そう。なんか、今回は、一緒にコメントを読みたいということなので、そうですね。たまに、あの、弟の声が聞こえるんですけど、まあ、気にしないでもらって。髪の毛ね。はい、わかりました。すいません。ということで、皆さん今日は、おう、続々と来てくれてる。嬉しい。30人。喋ってもいいよ。おう！こんばんは。こんばんは、はい。弟も一緒に、申し訳ないです。すいません。まあね、でもこれでみんなさ、弟推しになったら困るからやめてほしいんだよね。あ、フワネットエンドです。拍手。拍手。かわいいですね、小学生って。うん。先週木曜日で、高立ち試験終わった。うん。弟くん何歳ですか？どう？ 11?11 歳ですね。そうですね。あ、入試終わったって、お疲れ。入試って何？テスト。あ、試験？そう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 。今日はね、ゲストが、弟くん11歳です。教えんします。ダメダメダメ。しちゃえ。しちゃえじゃない。うるさいな、本当に。おー、おひさ。YouTube 頑張ってるかい？おひさ、おひや。こんばんは。若だって。若いね。ほんと若い。小学生。みゆ？うん。あなた。みゆは待って、もうおばあちゃんだね。うるさいね。8個下か。そう、サッカーしてます。あ、ひなの LINE ライブから飛んできました。ありがとうございます。なんでサッカーしてる？妹さんに推し変します。ダメだよ、ハセちゃん。そんなのダメだよ。弟でしょ。うるさい。うるさいよ。あずみ、明日からテストだって。頑張って。ファイト。頑張れ。お姉ちゃん怖いって来てるよ。よく読めたね。あ、なおちゃん。なおちゃん、いつもありがとう。うるさいな。うるさいよ。弟くん、野球は好きですか？やったことあるけどね、難しかったよ。あ、ルナ、エンチャンスです。ありがとう、いつも。なかなか積極的弟が。積極的な、よく喋るね。若い方が、てんてんてん。若い方が好きとか言うんでしょ。に応援してもらえたから頑張る。弟に教えします。弟が、ダメだよ、高田。剣道道ですよ。顔出しはしません。名前は教えません。弟くん推しになります。ダメです。やっほー。弟くんはデビューしません。デビューしないです。推し替えはしません。推し変な。推し変な。え、同じ意味はけどね、うん。そうだね。お姉ちゃんの秘密を教えて。ダメです。ダメです。おばあちゃん。いっぱい来てるよ。一緒に坂本ゆうひと選手応援しませんか？だって。弟くんの配信になってる。あ、じゃ全然いいよ。この前来れなくてごめんって謝れてるよ。あずみどうしたの？推し編ではなく推しまし。そうだね。推し編のある。ダメダメダメ。兄子ダメ。ね、お姉さん優しいって言ったけど、本当のこと言っていい？何？優しいでしょ？優しいです。そうですね。勉強頑張って終わらせたから遊びに来たって。お！西尾偉い！ありがとう。見えと違って偉い。うるさいね。3日からテストだよね。3日？うん。3月の3日？そうそう。お姉ちゃんとお風呂入りますか？推し変しちゃうって来たよ。推し変、ダメだよ、ゆずは。ダメダメ。弟くんか、ちょっとさ、弟がいるせいでさ、コメントが弟ばっかりだな。弟くん、お姉ちゃん好き。うん。好きだよね。好き好き。
うん、すごい好きですよこの人実は。花みゆが本当にやばい。えどうぞ、なんか新鮮なやり方が、もう世界一可愛いね。いやー、まあそう、なおちゃんはいつも褒めてくれるの嬉しい。遠藤どうなんか新鮮わらわら喋り方が大人、かっこ弟くん、ね、弟さんに褒められた嬉しい。あ、めぐちゃんに褒められてるのにさ、喜ばれてないよ。喜ばれてない？うん。どういうこと？あのね、今ね、弟さんに褒められた嬉しいってね、W.S.H.U.E. わかったよ。じゃあ僕はあのうるさいので、はい、10分までで参加は。やだ。ダメ。やだ。パパに言うよ。やだ。パパに言うよ。もう映っちゃってきたよ。もう映りません。めぐちゃん、あなたもどうせ可愛いでしょ、知ってるよ。お姉ちゃんになりたいって、お姉ちゃんになって、みんな弟くんといると遠藤が大人に見える。そりゃそうよ。お姉ちゃんのどこが好き？身長が小さいところ。ぶっ飛ばすぞ。そろそろ追いつける。そう、あとね、こんなもんしか変わらない。5センチもないもんね。5センチもない。2、3センチくらいかな。両方とも嬉しいよ。だって強制退出させられちゃう。喧嘩したことあるよね。したこと全然ある。いっぱいあるよね。パパは登場しません。できない。ねえ、嬉しい。弟くんも可愛すぎてクソだった。久しぶりにみゆちゃん見れて幸せ。ねえ、嬉しい。ありがとう、来てくれて。首が痛くなってきた。首が転がってればいいじゃん。あ、そうか、転がればいいのか、うん、これずれちゃわない。いいよ、どうぞ。弟追い出される。そう、弟追い出すまであと2分なんで、皆さんしばしお待ちを。今日もまた可愛いな。ありがとう、高田。ありがとう。お姉さんの嫌いなとこは？まだ身長がギリギリ抜かせないところ。身長しかないよね、好きなところ。可愛いだって。嬉しい。ニューしか勝たん。よし、つかっぽん。でもつかっぽんさっき推し編みたいなやつだ。よいしょ。お、終わったから見れた。いいお姉ちゃんだって。当たり前じゃん。カウントダウン。弟くんとの絡みがなかなかいいよ。おう、みゆ一人で起きてる？起きてます。遠藤さん可愛すぎ。ありがとう。みゆ可愛いって。ありがとう、嬉しい。やった。あと何年か経ったらもう身長抜かされる ね。あと1年もかかんないと思う。マジこんなもんだよね。うん、8歳年下の8歳ね。うん、だ、弟くんしか勝たん。イエス。ノーノー。たつ、お弟くんは、うん、自分のお姉さんが美人のことを分かってる？だって、10分から妹さん登場しません。みえ何センチ身長？160。はい、僕も終了。あ、いやだね。ダメダメ。だって俺さっき言われたもん。ダメ。ちょっと1時間いられる？いられるよって。ダメ。もうダメ。遠藤頑張って身長伸ばすだね。うん、年離れた兄弟は可愛いよ。可愛くてしょうがないです。デビュー時からずっと可愛い、好きやって。本当に？うん、嬉しい。ありがとうございます。お姉ちゃんっぽい。弟くんは鬼滅は誰推し？え、炭治郎しか買ったんでしょ。なんつった？炭治郎。炭治郎ね。あれ、喧嘩勃発か。1時間いっちゃいなよ。みんな優しいね。ダメだよ、ほら。じゃあさ、1時間行ってほしい人いないから。はい、いないから。パパに言うよ。ごめん、最近好きになったから。波、いや、ハセちゃんはね、そう、私だけ。わがままお姉ちゃん。誰が言ってんの、そんなこと。誰がそんなこと言ってんの。自分は7歳年下の妹だけど、めっちゃ可愛い。ヒロコか。ね、やっぱさ、年下っていうか、年下っていうか、年が離れてるからね、可愛いんですよ。あー、すると、こんな弟さん、はい、弟くん言ってもいいよ。はーい。いいのかよ、みんな。はい、いいでしょ。ダメです。いてほしい、かわいい。ほら、言った。嘘でしょ。ほら、みんな、はーいって言ってる。うん、そう。弟くん話すのうまいね、だって。
弟くん、お姉ちゃんのどこが好き？あ、ゆずはお風呂行ってらっしゃい。やっぱり身長がちっちゃいところ。それ以外ないの？身長以外。あ、けど運動神経もってよかったら一緒にサッカーできたのに。ごめん。ポニーテ可愛いだって。ありがとう。弟のコラボはなかなかいい。ほら。あ、モンの、やっほー。やっほー。遠藤で弟くんに嫉妬しちゃあかんやん。それな、なんでみんな弟ばっかりになるかね。ゆうの可愛さが出てよしよしよし。あはは。あはは。俺、みゆのパパとコラボしてる。どういうこと、はずちゃん。よくわからないよ。あのね、一緒にサッカーしてくれよ。サワ。サワ。ありがとう。得意科目は数学。あ、得意科目は体育。体育。かわいい。あとだ、あのね、あの2学期の2学期の通知表ね、通知表ね、あの体育2個しか20までなかった。やば、バカじゃん。書いてくるでしょ、弟くんに2歳。え、このみもちょっとでお誕生日なの？弟さんにやって、どっか しばしお待ちを。ダメ、もうダメ。やら。僕、ダメ。顔似てるのってきたよ。分かったからもうダメ。乳がいい子。じゃあ皆さんちょっとお待ちを。なんで？ひどい。はい、バイバイ。またね。今度ね。うん。じゃあお茶持ってって。今度またやろうね。ごめんね。ということで、よいしょ。強制退出でございます。またね。よし、おっとっと、またねって優しいみんな。勝ちましたね、あつに。ちょっと待って、はい、ということで10分退出の予定が14分。遠藤堂が弟と話し方が俺がいないのに話しかけるのに嫌だけど、ちゃんとお姉ちゃんのこと聞くの偉いでしょ。かわいいのよ。はい、ということでですね、お久しぶりの、お久しぶりかな、1週間ぶりぐらいかな。お姉ちゃん強いのよ。インスタライブですね、皆さん来てくれてありがとうございます。あ、まめねちゃん当たってたね、当たってたね、見ちゃったよ。弟に優しくてね、仲がいいのが伝わってくる10分だった。俺も弟いいですよ。妹もね、年が離れてればきっと可愛かったんだろうに、年が近すぎて喧嘩ばっかり。ガチャピンには似てないかな。長い週間だとお疲れ様。ちょっとリボンしてみよう。ということでですね、今日でふわふわ LINE ライブが終わったかな。皆さん見てくださいましたか、ふわふわ LINE ライブ。見てくれた？絶対私エンド妹だったらしいです。嬉しいなぁ、そんなこと言って。あ、ショーン、お姉ちゃんはギャップ。黒じゃないの、グレーなの。妹の寿司が近いおかげで美味しいもの食べる。まあ、それはある。LINE は見れてない。見てね。ダメだな。裏のメッセージって配信中に書いてないよ。見た？癒された。見るの見逃した。ダメだな。2月4日しか見れなかった。
LINE ライブみんな個性出てて、そうですね、 LINE ライブ毎日フォーファーメンバーが見れたのはよかったという感じで皆さんが思ってくれてたら嬉しいですね。パーカーは便利なのよ。明日から配信ないの悲しいって。LINE ライブ見れんかった。今日もありがとう。私もお菓子とか作ってくれる。いいでしょう。画面だと黒に見えた。わかるかな。ひな祭りに、ひな祭りに誕生日なの。インスタライブしてよ。このみちゃん、おめで、すごいいいな。リリカと一緒だね、じゃあ。そうだね、リリカ3月さん。遠藤弟になりたかった。どういうこと？ちょくちょく見がね、見たくなっちゃうのよ。でもさ、通知オンにすると毎回、毎日誰かの配信行っちゃうなと思って、通知オフにしました。めっちゃ嬉しい、ありがとう。飾ったよ、まなちゃん。毎週エンド見れて最高。よかった。お、ウィズル、おいしさ。LINE ライブ3日おきくらいで定期的にしてほしい。確かにね。パーカーかわいい。見たけど最後まで見たの見えてない。嬉しい、先生。パーカーエンドが好き。お、チャンピオンか、俺もか。かわいいよね。かわいいね、パーカーとか。スウェットとか今探してる。なんかありますか皆さん。なんか大きめのかわいいパーカーとかスウェットもあれあったら教えてほしい。ミュウの見逃したのでファン失格なので、弟にダメです。1ヶ月でふわふわの街復活よかった。大学生になったらもっと配信見れるようになるかな。大学生忙しいんじゃない。庭ちゃん、そう、庭も3月3日日曜に配信してる。本当にありがたい。まあね、週の終わりに面倒とお話ししましょうということでございます。こんばんは。やばい、癒されて寝ちゃいそう。嘘つけ。でもテスト勉強ばっかりだもんね。大変だ。あさって卒業式早くない。あさって1日2日2日か、早いね。ルナおめでとう。2月26日にまた一つ年を経て、おめでとう、みずるん。おめでとう。弟は今、サッカーやってます。LINE ライブなんか見れないんだよ、悲しみ。なんでだろう、なんでだろう。かわいいパーカーさ、なんか教えてほしいもん、ほんとに。パーカー手を見る。きたきつめさん、覚えてますよ。毎回そういうコメントしてるでしょ。わかるよ。通信が高い、確かに高いんだよね、あれ。かわいいけど。探してみるね。ね、なんかね、パーカーってみんな言うの、それでき。ネオスってところの服オーバーサイズ。オーバーサイズかわいい。確かにかわいい。服屋に一緒に買いに行きたいな。スヌーピーのパーカーでかわいいのもした。スヌーピー。3月2日卒業式。いるね。3月2日卒業式。目代わりでなんか買う、だって、あずみ。同じこと考えてるな。9点でしょ？ね。20% ぐらいオフだもんね。なんかね、でもね、なんかちょっと見ようと思ってる。何がいいかな？パックとか。パックとか見ようと思ってる。すごっ！解禁賞だったの？おめでとう。飯食いに行きたいな。行きません。行きません。今日軽井沢のアウトレットに行ったけど、見えちゃいない、そのパックって。軽井沢？軽井沢は長野かな、有名よね。テスト勉強の研究室に来て。まあ、いいのかい。ありがとう、来てくれて。仕事疲れて、もんのお疲れ様。生歌聞きたいな。やだよ。本当に2個上なのかってくらい可愛い。ありがとう。ありがとう。2個下なのね。チャンピオン。は、チャンピオン？チャンピオンね。お揃いにしたい。いいね。オーバーサイズで言うと、プニューズ。渡辺直美さんかな。スヌーピーの耳栓、あ、
来てたよね、つかぽん。来てたよね、わかるよ。こいつでしょ。たちみさんのネオジャポンのパーカーが、今、ルナはね、オートミールでね、よくいろいろ作って送ってくれるよね。どう？痩せる？痩せるならエンドもやろうかな。バイトの休憩終わっちゃう。今日もとびきりかよね。嬉しい。なおちゃん、頑張って。もう10時半だよ。頑張れ。今日アイラインいつもより長め。可愛いんだけど。あ、長いかも。わかんない。長いかな？こんなもん。こんなもん。わかりません。魔法の絨毯歌って。なんだっけ魔法の絨毯って。歌わないよ、やだやだ。今日も一段と可愛いの、ありがとう。今日原宿のふわふわ関係の聖地巡礼に行ってきた。何それ、詳しく。中学の時も3年間解禁、すごっ。いや、すごいな。じゃあ6年間解禁ってこと。いや、偉い偉いよ。よしや、ありがとう。すごいね、6年間って。釣り休みしたくなるよね。パーカー好きです。そう、でもずっとパーカー着てたら、パパに、パパに言われたのよ、なんか。お前は、絶対的にそういうパーカーとか楽な服ばっかりしか着ないの。でも可愛いのにね。めっちゃ痩せる？オートミール？やろうかな。オートミールね。料理うまくなりそう。ね、可愛かった。何してたの？何してるんだろう。2000本安打達成記念のパーカー買いました。すごい。2000本。返す、ありがとう。クリオのアイシャドウおすすめあります。私、クリオのアイシャドウね、これが一生終わらなくて、アイシャドウって全然終わんなくない？これ、あ、これ。これが一生終わらなくて、一生これ使ってるんですけど、すごいいいよ。前髪上げてほしいな。やだよ。やだよ。こういうやつ。これすごいいいですよ。ラメが多くて可愛い。でもみんなが使ってるクリオの一個前なのかな。女子ってなんで体重がないの？女子に体重は聞いちゃいけないの。今日眉毛ある、あるある。今日のはでか、広いって言うんでしょ。どうせ広いって話は言いたいんでしょ。分かってるよ。白のワンピースとかめっちゃ似合いそうだけどな。ね、だからそう、今白のワンピースね、見てるよ、通販で。ネットで。ずる休みはしないわ、偉いの。マセ何着ても可愛いよね、エンドは。嬉しい。モンノもでも絶対何でも似合うよ。楽で可愛いね。可愛いよね、パーカー。妹に作らん、自分で作ります。エンドさんのちょっとした日々の話聞きたいのよ。興味ある？興味ある？みやちゃん、パーカーのイメージあるよね。でも似合うからね。パーカーめっちゃ好き。嬉しい、先生。ありがとう。先生は何を着るの？カセットテープみたいなデザイン。カセットテープ？黒いやつ？デカダシエンドウド。いいよ、デカ。今日はエンドウでかきれい。デカダシめっちゃ、ありがとう。みんなありがとう。大学生になるけど、まだ化粧したことなくて。周りについていけるか不安です。弟から、米読みたいって言った。ダメです。化粧、何から、リップとか、眉毛とか、あとアイシャドウ塗るだけで全然目が大きく見えるかも。私はとりあえずリップと眉毛とアイシャドウはしたいですね。アイラインもできたらすごいいい。でもまつ毛がくるっとしてると女の子が可愛く見えると思う。大学、今日も可愛いな。なんでそんなに可愛いの。そんなことないよ。デコの広さは心ない。そうよ。出れた。シューのワンピース可愛いのね。でもいっぱいあるよね、可愛いの。ワンピースとかね、マジ全然着ないから。今まで着てこなかったから。新鮮。女子ってデコが広い方がいる。そうなの？すごい。めっちゃある、興味。とっても興味ある。そうなの？
ワンピースとかミニスカート身につけてるとこ見たいです。あ、でもこの間ね、スカート履いてるの。インスタにたまに上げてる気がする。パーカー便利よね。ね、原宿の駅もだいぶか。あ、ひなだ、やいやーい、やっほー。大ライブお疲れ。マツパしか勝たんだって。読めねえ、弟。ひなな来た。何したとか嬉しい。ひな。平塚、何してんだ。ワンピースのイメージマジでないと思う。たまーに、2個だけ持ってる。ひな。遠藤の笑顔で何でそんなに可愛いね。ありがとう。たかだん、ありがとう。弟くんもいつか自分の姉が美人だと気づくだろう。嬉しいね。そうだったら嬉しいね。可愛くないって言われます。ピエン。学校でみんなに見えちゃう。まおー、ありがとう。何それ、素敵。広めてくれてるんだって。めっちゃ嬉しい。ありがとう、まおー。ひなちゃん。バイバイやって。早いな。バイバイ。可愛いねだって。ありがとう、ひな。アウターとか茶系の色ばかりだからそろそろ拭かないと。わかる。遠藤もいつも白、黒、グレー、茶色ばっかり。コラボぜひ。今日はコラボできるはず。からのバイバイだからね。さくら、さくらさ、ストーリー上げてくれてたでしょ。なんか見たよ、めっちゃ。めっちゃ見た。2回3回ぐらい見て嬉しくてスクショした。ありがとう、さくら。ありがとね。相変わらずさ、ぱやぱやしてんな。学校の友達が遠藤書いて嬉しい。もうハセちゃん嫌いになりそう。もう読まない。照れちゃう私から。好きな色は黒、白、赤も好き、黄色も好きです。今日の TGC でニコルンが着てたワンピースが激辛だったから、とで見たい見たい見たい。遠藤 TGC 見てなかった今日。茶色のみゆ、いつも優しいね。ありがとう。じゃあ今度ミニのワンピース。ミニのワンピース恥ずかしいからダメ。あのね、マジで足を出すのがあんまり好きじゃない。たまに出さないと。でも足は出した方が痩せるってあのマネージャーさんにも言われたから、たまには出そうと思います。たまにね。パヤ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 、ごめんよ、かまちだからさ。そう、別に言うのはいいけど推し編はダメだからね。遠藤さんの足好きです。どういうこと、どう反応したらいいの。ありがとうでいいのかな。夏に向けて足出していこう。ね、わかるよ。でも遠藤さ、足出すと焼けちゃうのよ。足すっごい焼けるの、遠藤。足だけ妙に焼けるから怖いんだよね。最初の頃のビデオで出してる。見たのか。そう、昔は足出してましたね。小学校、中学校の時はもうね、ショーパンばっかり履いてた。楽だし。ダイエットは順調。順調って言いたい。でも、何？リバウンドはしてないですよ。マジカワだったし、エンドが来たら可愛いので、本当に見たい。あ、はるか！なんだ、今日、めっちゃ来るやん、ファファメンバー。あれ、何してんの？コラボしようよ。エンドは美脚、そんなことない、嬉しいな。足が黒いって。ね、スカートのイメージないでしょ？岩崎、はるか。テスト勉強あんないって言うちゃん、頑張って。友人がみゆちゃんがますます嬉しすぎます。ありがとうございます、友人さん。白菜買いに行ったって。聞いてないよそれは。え、コラボしようよ、はるちゃん。お風呂入ったか。でもこの時間じゃ、みゆの足好き小声。そのさ、足好きっていうのはどう反応したらいいの。今ご飯作ってる、えらい。お風呂上がりへ。残念だ。残念。なかなかバイト終わらなくて間に合うかと思った。全然。今日は11時までやります。
遠藤さんの足が白くなるよう、できるだけのことでありがとうございます。でもあの頃よりは白くなりました。高校の時は足真っ黒だった。日焼けして、七分丈のズボンの跡がついて2年くらい。それな？マジで取れないの。ちょ待ってね。座布団置きたい。よいしょよいしょ。クッションね、クッション置きましょう。置きました。白菜。サイモン。イメージないからこそ夏に向けて積極的にスカート入っていこう。スカートね。はい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 。やだそう。やだそう。何作ってんだろう。ルーちゃんって。お、ゆいちゃんかな、ゆいちゃんよ。ゆうま寝てたんかい。つるつるはるるおいで。白菜から。髪びしょびしょ。バカ野郎。風邪ひくよ。乾かして。エンド足綺麗だよね。嬉しい。濡れ髪色っぽいやん。座布団1枚。スカート似合うイメージ。本当に？どうだろう。そうじゃ。ダメだよ、乾かして。あれよ、風邪ひくよ、マジで。ほんとしっかりして。花粉症とかね、平気なの。花粉症は、微妙に、やばい。エンドはすべて可愛い、100点。嬉しいもんの。モンノも100点。めっちゃダイエット頑張ってるから150点。岩崎さん、バイバイ、バイだって。もういなくなっちゃったかな？あ、そじゃ。ってこと？わかんない。長女大型コンビ。確かに大型かも。絶対スカートとかスカートを履きたい時に履けばいい。そうなのよ。白菜はどこで？稲毛屋？八百子？マミーマート？埼玉？わからない。マミーマート知らないな。湯冷めしないようにね。湯冷め、そうね。お風呂後はね、風邪ひいちゃう。好きな人はいないかな？かわいい。めっちゃかわいい。ありがとう。あのさ、なんだっけ？新しいドラマ始まりますよね。エンドさ、ドラマは、1話 ?1 話を見て、2話を見てっていうタイプなんですよ。だから、1話見逃したらあんま見ないの。わかるかな？いない？同じ人いない？ 1 話見たら、多分見るのよ、最後まで。1話見ないともう見ないのよ。え、いないかな？一緒の人。火曜日、始まりますよね。川口春奈ちゃんの。みたいな。1話からちゃんと見たら見ます。1話見逃したら見ません。同じ？一緒だぜ、やっぱ。看護師国家試験終わった。なんちゃん終わった？どうだった？まだかな？わかんないかな？今何見てるの？今何も見てない。そう、最初見逃しちゃったからもう今全然見てないのよ。ネットフリックスとかで見る映画とか TVer あるから見逃しても、だって1週間しかさ、あれだよね。でも最初1話から何も見てないから、今回もうダメなのよ。諦めた。1話でやめるときも分かる分かる7話くらいから。そう、あとさ、最終話の1個前とか妹が見てるのを見て、見て、え、面白いじゃんって言うと、あ、もう最終話だよとか言われる。俺と遠藤さんのドラマはいつから始まるの？来年。まだ結果出てないけど、最近の棒だよ。おめでとう、のーちゃん。おめでとう。すごいよ。看護師さん、大変すぎる。おめでとう。マジ最初大事。そう、一回でも見逃すともう見ないの。大河ドラマもあんまり、そう、一番見逃したら見ない。遅れすぎる。その声温まりますか？が面白すぎて、その後あまり見てない。ありがとう。おめでとう。本当に絶対平気だよ。まだ始まってなかった。嘘です。4年前から始ま、3年ぐらい前から始まってますよ。遠藤さん、君の膵臓を食べたい。見た見た見た。見たよ。浜辺美波ちゃん、可愛すぎる。なんだあれ。可愛すぎるだろ。
ホラー系が面白くない？面白くないよ。全然面白くない。怖いもん。ホラー系はね、心臓に悪いと思ってる。だから見ない。決めている。あ、なんだあれ。お久しぶり、お、たくみん？浜辺さん、今更見てめっちゃ泣いた。可愛いですよね。おめでとう、おめでとう。浜辺みなみちゃんも可愛いけど、遠藤美優ちゃんとかも嬉しいよ、ゲーデン。ありがとう。ほら、憧れんとか可愛くない。僕のみゆえの声は去年の11月に始まりました。そうですね。ハセちゃんは、あれだよね、ハセちゃん最初さ、カレンと遊んだ時に、なんか、DM してくれた気がする。君すいの浜辺さんは最後にそれな。ん？エンドー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 ライモン。ドラえもんね。ドラえもんじゃないよ。ドラえもんね。浜辺美波さんよりエンドさんの方が可愛い。それはね、嬉しい。嬉しいけど、ありがとう。今日は何してたの？妹とね、料理をしようって言ってたんだけど、材料が作る前、直前になってないことに気づいて、やめた。お家で、なんだろう、テレビ見たり、みんなでゲームしたりしてたかな。そうそう、よく覚えてるな。カレンちゃんがキューピッド。そうだよね。記憶力いいのよ、私は。カレン。カレン。テレビ買ってないから話について。え、でもママテレビ見ないんだよ。めっちゃごじってる。ドラえもんね。妹と？妹が？妹と？妹と。エンドが世界一だよ。シュウエありがとう。女優さんはいても入れちゃう。かわいいですよね。春巻き作ったの？マメヌちゃん。女子力。ミュウ様とのストーリーは終わったり始まったりを繰り返し。それはツカポンがいろんな人のところに行くからです。おうち時間満喫してるよ。みんな何してるの？ゲームばっかりしてた。ガーデンスケープとツムツム。そう。自分の部屋にテレビないの。自分の部屋にテレビ置いたらマジ部屋から出ないよね、絶対。でも自分の部屋にテレビ置きたいなとか思ってる。妹はね、年近い。エンドに会いたい、早く会いたい、会いたいよ、エンドもみんなに。今日の吉井美優ちゃんの可愛さ語るコーナーお願いします。やだ、みんなそうするとそのコメントばっかりになるから。いや、エンドの一番好きな食べ物とか料理知りたい。へえ、エンドが一番好きなね食べ物はハンバーグも好きだけど、ハンバーグ、焼肉、なんだろう、一番って言われると思う。角煮が好き。お肉が好きです。あとパパの作ってくれるマカロニサラダと、ママの作ってくれる春巻き、妹の作ってくれるケーキがもう美味しい。つむつむどうよ。もうね、全然ダメ。妹に抜かれてます。悲しい。今日は上野公園に散歩がてら、ついでにアイドル見て。いいの。私はまだまだみゆちゃん推しを見つけて。先生はなんだかんで言ってね、長いしね、愛はね、どど深いよ。知ってるよ。テレビあるけどパソコンのモニター代わりになってる。パソコンのモニター代わり。今日は図書館行って満喫の時間を過ごしました。えらい、勉強頑張ってるね、シュウエ。またアプリに課金したい欲出てきて困ってます。止めてください。バカ野郎、やめろ。イベントが再開したら、イベントでたくさん使って、だからアプリはダメ。アプリで使う分、自分のご飯とか
に回して。わかったか、ケイジ。課金はダメだよ。焼肉行こう。行きたい。行きたい。食べたい、焼肉。パパのハンバーグ美味しいよ。幸せ家族さん、そんなことないけどね。みゆは、お味噌汁が得意です。弟くんは、お肉焼いてます。ほんとにイベントでめっちゃ使いたい。え、ほんと無理しちゃダメだよ、みんな。ぜひ。みんなに会いたい。会いたいよ、ほんとに会いたい。バカ野郎思いました。ハセちゃん、ド M か？ハセちゃんの、バカ野郎。遠藤さんはステージの夢とか見ることある？ステージの夢より、ステージ前のレッスンとか、リハの追い込まれてる時の夢をよく見ます。確認めっちゃ好き。ジョジョン行きたいな。バカ野郎言われてにやけたなでしょ。なんで、M なの？他の現場が日々してると、太も遠藤に会いたくなる。それでさ、今のさ、他の現場がイベしてるとそっちに行きたくなるじゃなくて、遠藤に会い、とても遠藤に会いたくなるっていう、そういう言葉を使ってくれるものがもうほんと素敵。せめて遠藤と友達に、違う。遠藤とおごりの焼肉連れてってください。嫌です。いや。インスタ、マジでちゃんとお湯沸かして、お味噌溶いて、だし入れてってやってるよ。お豆腐めっちゃちっちゃく切れるようになったから。この手の上で。遠藤に会うことだけが私のが、何そりゃあちゃん、幸せすぎる、頑張る。今日はスピード違反で1万2000飛びました。それはバカだよ、サイモン。バカ。事故になったらもう笑えないからダメ。マジで。40キロドルは40キロ。60キロドルは60キロ。守って。あ、ルリー。ルリー。LINE 返してない。やべ。早く撮って。明日焼肉は夢だな。リハで追い込まれてめっちゃ泣いた。マジ泣いた。いつか遠藤のために作るが、時間あれば。え、ぜひ、ぜひ。遠藤美恵20歳の生誕祭は焼肉パーティーしか。ぜひ。あ、ゆうや、間に合った。久々。イベント再開したら、せなちゃんにもあゆみちゃんにも行きません。美恵だけにします。よろしい。行ったら、はせちゃん嫌いになる。成長してる。エンドレボリューションのサインいつですか？もうやりたくないです。やりたくはない。うん。やりたいんだけど、やりたいよ。確かに楽しかった。なんだかんだ楽しかったけど、最初聞いた時なんか、もっと可愛いのやらせてって思った。可愛いのやりたいと思った。私の方が幸せ。嬉しい。うん。うん。免許持ってるの？持ってない。俺普通に広い道路だと100キロ出して。バカ野郎。ダメ。スピード違反で捕まっちゃうよ。焼飯ミューだ。マジでね。そうだね。そうだね。そう。ふわふわないで押し増えるなら、まあそれはいい。それはいいけど、ふわふわ買いでお塩増やしてダメって思う。エンドレボリューションの衣装が。あれはね、痩せなきゃって思った。痩せなきゃやばいぞって思った。かわいいのやるみ見たい。見たい？嬉しい。あ、セーラ。セーラ。やばい、あと15分で終わりだ。早い。早く直接話してみたい。見よう。するな。こっちこそだよ。こっちこそだよ、ゆうや。やばいやばい。夢の世界に行くところだった。疲れてるのね。ゆっくりしてね。寝るときは寝てね、ちゃんと。今止まったの気のせい。止まった？止まってないよ。遠藤を超える可愛い子が現れませんな。嬉しい。ありがとう、モンノ。そこ。ふわふわ内でも怒るイメージしかない。どういうこと？なんかパン。遅くなっちゃった。全然いいんだよ。
シュナミユが好きなんよね。知ってるよ。スカポンがそうなことは知ってるよ。遠藤さんと目が合う時が止まる。なんだかんだ言ってね、ツヨポンはね、目合うとね、ちゃんと見てくれてる。ね。たまーにツヨポン、見よって思って見るとね、目合う。たまに合うんだけど。遠藤の配信見たら寝ます。ゆっくりね。今日はポチャッコだ。あれ、耳取れちゃった。ポチャッコ。バイトの疲れが一気になくなるの実感してるな。本当に？よかった。イベントもライブも楽しい思い出しかないな。嬉しい。僕は遠藤とみゆが好きです。私は K と J が好きです。耳生えたね。タッチしたら耳ついてきた。ていうかさ、この前のね、あのやってから、終わってから気づいたんだけど、 LINE ライブやったじゃないですか。LINE ライブ、あの30分早すぎて多分スクショタイムもしなかった気がする。明日からまた月曜日か。そうだよ、みんな頑張ろう。平日だよ、頑張ろう。みゆだけいればよい。なんだひろぽん、地元の友達からは何て呼ばれてるんですか。遠藤かな。遠藤かみゆだね。別に普通、普通だね。遠藤かみゆかな。仕事しんどい、頑張れ。え、みゆちゃんに興味が湧いてきたって。よし、りな、りな元気。ハイライトはね、調子がいいですよ、りなちゃん。遠藤がいれば一度嬉しいもの。ね、もう2月終わっちゃうよ。あと1時間12分。キアさんできた。スマホ画面開くたびに遠藤のホーム画見るのが嬉しいんだけど。めっちゃ嬉しい。ありがとう、ジュエ。嬉しい。遠藤さんが見える席、研究者。さすが。どういうことや。まんまやな。まんまや。明日から3月、バカ早いよね。遠藤か。みゆ、そのまま、そのまんま。名前は KJ だけど、毛はありません。毛ないです。何言ってんだ。何言ってんの。遠藤堂って呼んでる人はね、タカダンしかいない。タカダンだけだよ。遠藤に会えなくなって1年。それな、 JK 卒まで、卒業まであと2週間。いいなぁ、楽しんで。待ち受けにするから、画質良くて可愛い自撮りお願いね。頑張る。頑張るよ、ハセちゃん。でもハセちゃんね、アイコン変えた、エンドじゃないかもって思ったらね、エンドがね、描いたマスクケースで嬉しかった。次、みゆきになるとき少しでも可愛そう。まめのちゃん、可愛いよ、あなた。可愛いよ。劇場公演はみゆちゃんしか、先生、わかってろ。スマホの待ち受けはどうだよ。スカパンもわかってる。あれ、最近遠藤さんに会ったよ。え、遠藤も最近ツヨポンに会ったよ。かっこ夢。遠藤の誕生日まであとちょうど5ヶ月だ。確かにもうなるね。半分くらい北海道いたからあっという間だ。北海道いたの。またベルエポ集まりたいよ。ベルエポね。ベルエポは、あの、ライブで一回さ、あの、ジェリービーンズっていうふわふわの曲があって、で、私がちょうど客席に降りる場所が、あの、私推しの人たちが固まってくれてたのね。奇跡的にね。そう。うわ、遠藤ここに行くんだよなーって始まった時に思ったのよ。みんな知らないじゃん、別にどこに行くかなんて。なのにさ、なんか、あれ？遠藤がそこに行く場所に、みんないっぱいいるなと思って。そう、そう、降りたらさ、もうみんな面白くて、さすがだよ、私の。私を押してくださってる皆さんは、面白いのよ。誰か来たかと思った。どうやって釣ってるんですか？どうやって釣ってる？わかんないよ。
エンドウドのドウってなんか意味あるの。多分ね、繰り返してるだけだと思う。エンドウもわかんない。ツーショット撮りたい。マジリリーベ、リリーベ、リリーベ、ベルエ。この間、通った。おう、通ったの。あれは楽しかった。あ、思い出した。思い出した？思い出した。みゆ、ヤッホー。5ヶ月か。漢字練習しなきゃ。神ポジ。遠藤さんが夢に出てくる呪文教えてください。バナナとお菓子が大好きなあっちこっちゆきかな。なあ、早くイベント頼むわ。それな、最後の公演が最善だったな。みーちゃんが手を振ってくれたのがめちゃくちゃ嬉しかった。よかった。そういう経験したいんだよ。したいでしょ、ハセちゃん。したいでしょ。だから遠藤と、遠藤がイベントとかライブできるまで押すべし。べし。弟くん起きてる、起きてると思うよ。アルゴリズムで肩組んでたね、みんな。ありがとう。久しぶりに会えたら泣いちゃうな。泣かないで。なんか意味は、多分ない。多分ない。あと8分だ。早い。リリーブしたい。あ、すず、勉強頑張ったの？偉いよ。お疲れ。ふわふわで一番好きな曲は、アルゴリズムと、とっていう時点で一番じゃないんだけど、と、桜並木、いや、恋花火かな。なんとなく最初、ごじって遠藤堂になったね。だって、歌とかダンスとかの練習って続けてるんですか？はい。うん。受ける。何がだよ。何がやねん。ほんとミュート話したいな。ふわふわに会いたいな。それはね、ふわふわも私も思ってるよ。みんな飲み屋のバイトがベロエポの学生さんでメイクしたらしく、ふわふわいい子だったってやつ。よし、よし、よし、おやすみ、おやすみ。びっくりした。おやすみ。よく寝るんだよ。ちゃんと寝るんだよ。うん。偉いね、我慢して。何？さっきお布団にね。うん。あのやってね、だからか、ドンって聞こえたよ。バイバイ。おやすみ。懐かしい。こんばんは。遠藤氏で固まるゾーン作ろうよ。ぜひ作って。どうする、そこと遠藤真逆にずっといたら。みゆき久々に見た。それな、久々に会った。エンドが夢に出てこない。出して。もう大学生ですか。大学生の代ですね。インスタの加工側に見慣れちゃったからな。やばいやばい。やばいぞ。やばいぞ。これ花めっちゃ好き。好き。エンド、服はどこで買う？結構バラバラ。でも最近は、ページボーイとアルシーブっていうところにハマった。かな。でも結構いろんなところで買えますよ。インクも買うし、グレールも買うし。そう、白いワンピースはね、グレールで可愛いの見つけて迷ってる今。ネットはね、迷うのよ。あとエモだとか可愛いですね。マウジーとかエモいやつ。家だってなかなか練習できないね。そうね。アルゴリズムのみゆちゃんめっちゃ嬉しい。学校で見てくれてる？まあフィルターなしたいもんね。したい。次回そうします。インライツだけでよかった。すず、お疲れ。勉強あと5分。エンドかわいいな。嬉しいよ。ボンの嘘だ、嘘だじゃね、本当だ。みーちゃんの配信楽しいから短く感じるし、最後に弟くんの登場はないって思った瞬間来たぐらいかな。ちょうどおやすみって言ってました。アルゴリズム売ってくれんかなーね。おやすみに来るのかわいすぎ。家族登場そうな。おやすみ。シュガーラブ聞くとステージの感じめっちゃ思い出す。シュガーラブは懐かしい。アルゴリズムいつか CD 収録してほしい。確かに。お姉ちゃんっぽい。かわいいな。おやすみ。弟人気だな。なんでだ。悔しい。悔しい。頼むからアルゴリズム音源化してほしい。いい曲よね。かわいいよね。そう、アルゴリズムはね、まだね、音源化されてない曲なんです。白ワンピね、
グレール弟子に顔セーラーわかる？わかる？あのよく YouTube でみんなが着てるやつ、それ見て知った。そう、アルシーブ似合う女の子めちゃくちゃ可愛いよね。だからアルシーブね、最近知って最近ハマってます。頼むから遠藤のソロ音源化してほしい。頑張ります。昨日ね、夢にエンちゃんと赤坂できた。おお、やった。アルゴリズムっていうのはフーファの楽曲なんですけど、夏のアルゴリズムっていう曲です。遠藤動画24時間配信とかしたら一瞬で一日経つわ。無理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 、遠藤寝ちゃう。かわし方が上手くなってる。コロナ期間中遠藤1回だけ目にした。1回だけ？ね、 YouTube やってる？まだ。ほんと配信楽しかったよね。遠藤もそう思ってるよ。内容教えてから DM くんね。え、待ってる。夢ね、聞きたい。テスト今度あるから、すずテスト頑張って。すずテスト頑張れ、勉強お疲れ様。遠藤と初めて会ったタマプラザ懐かしい。今日もみゆちゃんを 見れて癒された。あ、きっときつめさん結局ずっと見てくれてたの、ありがとう。デブリもうできないかなと思ってたけど完璧にできたらしいよりな。さすが最高だな。ミルフィーユの風船が懐かしい、エモい。確かに書いてたからね、風船に。今じゃ懐かしいですわ。待って、あと2分なんだけど、スクショタイムしなきゃ。あの白ワンピだよねって、わかるでしょ、あの YouTuber さんがよく着てるやつ。黒もあったかも、あったかも。ミルフィーユの曲が忘れられん。あの日が遠藤に一目惚れしてきた。いいね。夢でもミヤおバカだった。おかしくない？夢でも。え、ちょっとスクショタイムしよう。スクショタイム、ちょっと待って。皆さんぜひスクショタイムで拡散してあげてください。横顔あざとい。エンドード、現実でも夢でもかわいい。嬉しい、かわいいんじゃん。横顔綺麗、よし横顔。褒められたらずっとやっちゃうよ。うん、ということで11時だ。皆さん夜遅くまで見てくれてありがとうございました。ということで、半目いっぱい撮っちゃった？ダメだよ鈴。惚れる、惚れて、みんな惚れちゃいな。ということで2月も皆さんお疲れ様でした。そしてふわふわラインライブ見てくださってありがとうございました。明日から3月です。一緒に頑張りましょう。それではおやすみなさい。またね、バイバーイ。バイバーイ。